悪夢の2008年、2005年以来優勝がない阪神タイガース。その間一番優勝に近かったシーズンが2008年と2010年。特に2008年は前半戦から首位を独走、巨人とは最大13ゲーム差をつけていました。しかしその後巨人の猛追を受け、歴史的な大逆転優勝を許してしまい、阪神ファンにとってまさに悪夢のシーズンとなってしまったんです。そこで一つの疑問が生じました。阪神はなぜ13ゲーム差を逆転されてしまったのか。というわけで今回の動画は阪神タイガース2008年の悪夢を振り返りたいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。当時の阪神、今の子供たちはびっくりするかもしれませんが、当時の阪神は圧倒的な戦力を誇り、毎年優勝争いを繰り広げる上昇チーム、黄金期を築いてたんです。しかし前年の2008年は終盤に10連勝して首位に立つも最後に息切れして3位。その原因は大きく分けて2つありました。1つ目、先発不足による JFK の酷使。2つ目、打撃陣の不振。まず1つ目の先発不足による JFK の酷使なんですけども、2007年規定投球回に達した阪神投手はなんと0。2006年先発ローテを任された投手のうち、エースの井川がメジャーに、福原安藤が1年を棒に振るう怪我に見舞われ、残った下柳も高齢のため長いイニングを投げることができずに、当時の勝利の方程式 JFK に大きな負担がかかりました。登板試合数はウィリアムス60試合、藤川71試合、久保田に至っては90試合に登板し、シーズン最多登板のプロ野球記録を更新するなど、めちゃくちゃ投げまくってですね、 JFK は10連勝の原動力になりますが、最後にガス欠して優勝を逃しました。2つ目、打撃陣の不振。2005年優勝時のクリーンアップだった3番シーツ、4番金本、5番今岡。2007年はシーツと今岡が共に不振。そして2006年に5番を打った浜中も故障と不振によって、金本一人に負担がかかる状況となって、優勝するには金本の他にクリーンアップを打てる選手の補強が急務となっていました。こういった2007年の反省を生かして、シーズンオフ、阪神は広島の4番だった新井貴浩を FA で、オリックスからトレードで平野啓一を獲得しました。そして1番赤星、2番平野の 1,2 番コンビで機動力を展開し、3番新井、4番金本、6番鳥谷でランナーを返す得点パターンを確立。前年枚数が足らなかった先発陣は下柳に加えて2年目の岩田、怪我から復帰した安藤を中心にローテを形成。もともとトップクラスの戦力に加え、弱点を補う新戦力の活躍によって開幕から投打が噛み合い、面白いように白星を重ねて首位を独走しました。7月9日には3位の巨人に13ゲーム差をつけ、19日には貯金29、22日にはマジックナンバー46が点灯しました。この時野球向けの雑誌では、まるで阪神の優勝が決まったかのような表紙が店頭に並んだりしてまして、阪神ファンの誰もが優勝することを疑いませんでした。阪神ファンの僕も友達と優勝する日にちを予想し合ったほどです。しかし前半戦の最後には新井が腰を痛め登録抹消、少し不穏な兆候が漂います。そしてこの年にはある世界的なイベントがありました。北京オリンピック、阪神は3番の新井、正捕手の矢野、守護神の藤川を代表に派遣しました。主力が3人抜けたオリンピック期間中に5勝8敗と負け越し、徐々に勝ちきれない試合が増えてきます。一方の巨人は中継ぎ陣が徐々に整備されて、守護神のクルーンを軸に勝利の方程式を確立。打線も1番に鈴木貴博を据え、3番小笠原、4番ラミレスの超強力なクリーンアップが猛威を振るい、急速に白星を積み重ね始めます。そして阪神はオリンピック後、突然衝撃的な事実が突きつけられるんです。新井の腰椎疲労骨折、腰の状態が万全ではない中、無理をして強行出場した結果でした。この故障により2ヶ月の戦線離脱、復帰が9月下旬までずれ込んだんです。不動の3番を欠いた阪神は4番金本にマークが集中、前半戦が嘘のように得点できなくなりまして、ものすごい勢いで勝利を重ねる巨人に猛追を受け、その後の巨人との直接対決はことごとく敗戦。そして9月21日、この試合も直接対決で敗れて、ついに同率首位に並ばれます。その後は一進一退の攻防が続きまして、10月8日同率首位で並んだ状態でまた直接対決、天王山を迎えます。この試合で勝ったチームがマジック2が点灯する状況で巨人に敗戦。翌日に巨人の優勝が決まり、まさに阪神にとって天国から地獄に突き落とされる瞬間となったんです。この歴史的 V 版を受けて岡田監督は辞意を表明。後に2014年に出版した辞書、そらそうよで、
洗い付きのトレーナーが洗いの症状を把握していなかったこと、オリンピックでは全試合に出たにもかかわらず阪神の試合に出られなかったことなどに対する怒りが書かれてあります。結局この年は82勝59敗3分け、貯金23、7人が規定打席に到達、3人が規定投球が乱すなど見事前年の弱点を克服したんですけども、あの北京オリンピックは全てを狂わせてしまったんですね。もし新井が骨折していなかったらと阪神ファンの私は今でも思ってしまいます。この時と同じく優勝にあと一歩だった2010年の振り返り動画をまた後日アップしたいと思います。というわけで今回は以上となります。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。